ソフトクリームのコーンの作り方をご紹介します。7.5 センチの折り紙を使います。白い面を上にします。向きを変えて真ん中で半分に折ります。開きます。この辺とこの辺を真ん中の線に合わせて折っていきます。向きを変えます。この線で下の角を上に折り上げます。今折ったところを内側に入れます。裏返します。このラインで折ります。この線で折り下げます。これでソフトクリームのコーンの完成です。ぜひ作ってみてください。